じゃあ、キューなんて何かっていうとね、その、スバル、その、プレレス星団っていうのはね、その、プレアからハデスに向かって送られた朝縄、七つの結びへの朝縄。それはまあ、チャクラのことでもあるけど、うちらから言えばね。で、要するに、上のうちから中のうちに向かって送られたのがスバルやね。っていうことは、スバルに乗っても上の世界にしか行かれん。つまり、相変わらず同じ人物、お互いに。ね。つまり、あんたら本来、あんたらのバトルオーシとかでは、今の名前、今の体じゃないやん。ね。別の人物やんか。本来は別の人物やん。せやないと、うちのこの世界で猫は、自分のバトルオーシが戻っても猫やん。うちのこの世界で、その相撲取りの下っ端の人は、自分の世界戻っても相撲取りの下っ端。な、それはありえへんねん。あんたらの今の立場はこの、うちの世界だけのもんねん。うちに対してはあなたたちは、そういう立場、そういう人間でしかない。という意味でもある。それ以外の人間を生きるのは不可能ね。あなた方の遺伝子をね。そういうふうに変えていくからやねん。うちの遺伝子はあなた方が。で、別の、変更したものには別のウイルスが取り付いてたわけやから、あなた方ウイルスがそれぞれうちの体細胞の遺伝子を変換してしまったのよ。だから、そういった人物が現在。で、座標の父さんによって、もううちとは全然似ても似つかぬ顔、あるいは全く別の生き物になっていく。で、そういう状況やけど、そのあなた方による次元犯罪っていうのがね、次元地か、マトリオシカ犯罪っていうのがね、次元を変えて別の立場で見てみようと。上の境には、トリオシになったりと上のプレイヤーに連れていける。この世界で、うんこになったりした人は、実際はね、うちっていうマトリオシカの排泄物として、うちち遺伝子、近場細胞のね、排泄物としてあなた方、ウイルスの残骸、すなわちアミノ酸は、うんこに混じってこの世界の土になる。というのは、今度ハデスになったわけね。プレイヤーっていうのはこの外の世界って体で説明したけど、地球から見たら外の世界って宇宙をまたいだ上にある別の地球やからな。この世界の土になったら、ハデスの土になっただけやねん。どっちを選びますかって問うのがスバルやねんけどな。ただ、キューアの舞台っていうのはな、本来のマトローシャカにスバル艦隊をチャーターして、返していく、そういう船やねん。で、そういうの貸してんねん、スバル艦隊は。そのスバル艦隊が今消滅してる。うちのこの、もう、今ちょっとお風呂で洗ったけど。静脈血塗ったからな。血の枠ぐりしちゃってん、あなた方素粒子は。うちがあなた方とか、お前らとかの君らって言ってな、あなた方の素粒子のことやな。でしょ、ネット使って言ってんねんか、俺。素粒子に以外に言ってへんよ。君らはネットどうやって使ってるか知らんけど。ほんで、この素粒子相手の商売みたいなもんやん。なんでネットなんか。素粒子しか伝ってへんねんし。素粒子が飛んでんねんから、素粒子に言ってんねん、その。お前らから来た素粒子に言ってんねん。お前らっていうときは、肉体のことさす。それ以外の、二人称。は、全部。これ、素粒子の死ぬ音。っていうか、素粒子の死ぬ音ってね、素粒子に戻ろうって。神が、霊がね、霊が神になろうと。鎌上がりの音やね。成仏の音。鎌上がりの音。要するに、色素絶空の霊は、要するに、物質が、素粒子界に戻った時の音。キューって、キューアノンと関係のこと。あのっていうのは他のですね、アナザーな、アンノーンってこともあるけど、なですね、アマーのプレイヤー派ですじゃなくて、皆さんのマトローシカのプレイヤー派です。アナザーマトローシカに送り返す。その時に Q は、Q っていうのはソリューションだね。物質 Q というのはソリューションだね、実は。ウルトラ Q の中ソリューションの話だね、翔太。な、こうやってお前らソリューションしてん
じゃあ帰れるかって言ったら、それの、チャーターしてたら、プレイスカウンターが消滅してる先、それで。この世界の運行になるわけやから。だから、嘘かくなって言ってんの、お前。な、うちのほんまの真実の情報を邪魔したら、もう帰られへん。自分の世界、本来の自分の体に。なあ、ほやな、お前ら。